ケーズファクトリーボリューム6、今日は六本木毛布東京白下和レコ発ライブアルバムリリースパーティー、こちらの思いをお伝えいたします。最後までごゆっくり楽しんでいってください。 OK RIGHT! ジョン・ポルノ、よろしく。 What's up? What's up? OK ライブ来たらね、絶対いいと思うんで、ライブ来てください。ライブが全てなんで、よろしく。今度は9月18日木東京。Yes. 木東
東京って毛布東京レコ発レコ発じゃないワンマン来いよお前らそうファインそうファイン詳しくはここに出てますんで、yes. よろしくチネラよろしく Life is short それをお客さんの反応っていうのはリアルタイムに分かるし、でも最初はそうやっていろいろ考えるんですけども、ライブっていうのは本当に自然体になってきて、そういう打算とかが一切なくなる時間帯で曲とかね、そういう時あるんですけど、もうそうなったら本当にライブは楽しめるもんだと思って、そこからですね生き物になっていくって感じですね。それまではなんかセルを回してる状態ですかね、かかるかなかかんねえかな頑張れよみたいな、古い車のでかかったらよしこっちのもんだ走り出せみたいな感じですかね。だからすごく気持ちいいですライブっていうのは。涙の雨を流した後はいつも見守られて覚えていてね、二人過ごした大切な香りを超えて、なんかバンドのメンバーとかその仲間っていうことに近づいてきてると思ってて、でバンドのメンバーと一緒にいる時間はすごく面白いし、ですごくいろんな情報交換もできるし、ですごくなんか本当学生時代のバカ話みたいなその延長上でっていうのもできるっていうのもあるし、でも音楽になるとみんな本当にプロフェッショナルだし、それぞれ自分の仕事を完璧にやってくれるメンバーだと思って、すごく心強く思っています。でその中で自分ができるっていうことも、ものすごく嬉しいですね。すごく勉強になりますし、クリエイティブにねなれる
相手だと思っています、うん、だから自分にとってのその人生にとっての、まあ、そのバンドとそのバンドのメンバーっていうのはこれはね縁だし運命だと思っているんで、うん、行けるとこまで行きたいなと思ってます。公平とアメリカで作りましたセドナ。広がるビッグスカイ空の雲はまるで動物園夢みたいな現実ここにどこまでも続く This is my life 限りある時間誰も夢に泣く人生もやれるときにやがてしまおう今セドナ到着 You can fly, let's be free, look up high Life is me, take a chance, live your dream Never win, never lose, you never knowI almost cry この国に
ラストワン。ありがとう。ありがとう。ありがとう。修復できない子供巻いてる。あなたのことを思い出し歩き始めようとはするけど、感じるままに生きてみたい。あの日見た夏の朝みたいに、時間はかかるものさ。9月の18日、ここモーフ東京で、ワンマンライブやります。その前にツアー回ってきますんでね、一つも二つも何か身につけて帰ってきたいと思っています。よろしく。じゃあお会いできる日までお楽しみにしています。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。TV!